皆さんゲーミングチェア座ってますめっちゃいいよ。おすすめ。高いけど。めっちゃいいっすよ、これ。ほんまに。もうゲーミングチェア以外もう座れないわ。こんないいと思わなかった。何ゲーミング名乗ってんのみたいな。椅子の分際でゲーミング名乗りやがってとか思ってたけど。最高だわ、これ。デラックスレーサー最強だね。レイサーね。レイサー。 ああ組み立てはね、確かに誰に、ね、重いし、めっちゃ重いからねこ、この椅子。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。自分占い師です。7番さんが白と出ています。7番さんが白です。なんで7番さんあっても、標準でございます。 あそうですね。進行論、進行論、そうですね、動画化したくないしな、ね、ぜひ、えー、ともね、えー、村の方々はね、白くなっていただきたい。えー、それだけで陣内さんは圧迫できるんでね。まあ、陣内の方は勝手に黒くなってください。まあ、それぐらいですかね。7番さんが白です。2番さん、どうぞ。2> 2番のプレイヤーは発い、お願いします。2番です。よろしくお願いします。 一番さん占い師把握しました7番、白ですね。うん、どこまあ、何も話すことがなかったというか。ングチェア入ったダンボールが私、ぜどこ。やば。ーゲーミングチェアで寝ろよ、じゃあ。まあ、ないですね。一応、進行論、私の進行論として、うん、1周目に盤面整えたいんですよ。うん、一番さん今占い師をしてますけど、太鼓がいるとか、霊能の人も全部出て盤面揃えたいなと思ってます。まあ、まあああよくある進行って っていうのはもう占い新郎例の心境で見ているんですけども、まあ、今回もそれに当てはまるのかなとは思ってますが、まあ、ちょっと臭いところがいたらまあしっかり LINE 考察とかしていきたいなとは思ってますねすら、うん、込みで1周目1番さんが話すときには盤面整えてほしいと思ってます以上3番のプレイヤーは発言してくださいはい霊能者です霊能者です 1>, うん、1番さんから始まって、特に取り上げるような、まあなんか変なことは言ってなかったかなって感じですね。2番さんに関してはなんか1番さんのすらがあったら何やらみたいに言ってて、これちょっとよくわかんなかったですけど、まあでもそこからわかることも別にないかなって感じですね。なんですら、えー、の発言をしたのかっていう2番さんぜひ2周目教えてくださいぐらいかな。ですかね。はい。 えっとまあ太鼓出てこないのが一番ありがたいんですけどまあ出てきたらしっかりあの審議つけてほしいですね適当にロノーシロラーはね弱いと思うんでしっかり審議つけてほしいですねはいその視点がどうなのかっていうのもね気になるんで是非太鼓出てきたら審議つけてください出てこなかったら大丈夫です以上です4番のプレイヤーは 発言してくださいはいおはようございます。村人事ト人に特にしようございませんで。1番さんから始まって占いだったんだっけな。ででそれで7しろ了解ですで。2番さんが222よくなる、まあ。確かに人狼殺ルールだとそうなんだけどね。うんうん、ただね、ね占いが新郎で出て、巨、えーね、人が新居で出てっていう、ね、あのそのロックもちょっと怪しいかなって思う。 本当にあのもしね3番さんが太鼓出てきてほしくないって言ったけど太鼓出てきたらもうそんな審議つくわけないんだからそんなあのね釣り切るしかないよねって俺は思ってる3番さんとは全然意見が違う、うん、3番さん1人だったらいいんだけどねただこれで例のもう1人出てきたらそのもう1人と ね、うん、あの、一周目の発言と、もう一周目の三番さん発言と、そのもう一人の人の発言だけ精査できる、多分無理だと思う、俺は。だから、連の絶対釣り切りたいと思ってる、二々で出たらね、最初に。うん。 っていう意味で2番さんはねあの思考ロック大丈夫かなんてそれがなければ全然ブランベかなって思ってる、うん、それだけ気をつけてほしいなってちょっと上から目線で大変申し訳ない言い方だけど、うん、それぐらい、まあ、印象はいい方だと思ってますで1番さんが占いしで3番さんも霊能で、うん、今のところ1取りずつしか出てないから触れるところはない2番さんの印象がいいってことだけですあとは56789、えーえーえー、それぞれ発言聞いて2種目頑張ります以上5番のプレイヤーは 発言してくださいはい、おはようございますと、一と三に関しては把握ですね。うん。えー、まあ、思考ロックじゃないんじゃないですか、二番さんも。どっちかというと、多いよねっていう、俺もそっち多いよねタイプなんで、たいがたい進路プラス心境って感じだったんでね、ただ、四番さん言ったように、精査できないから、ロラしたいっていうのは分かるんですか、二人出た場合、例のね。ただ、精査して楽しむのが芸能札かなって思ってるんで、 できれば決め打ちたいから、霊能さんには2人出た場合は頑張っていただきたい。もちろん、占いが2人出た場合も頑張っていただきたいって感じなんですけどね、シーンに関しては。で、3番さんに関しては、太鼓出てきてほしくないって感じでしたけど、俺的には霊能だったら太鼓出てきてほしいタイプだったんでね、そこはまあ、考え方の違いかもしれないですけど、っていうぐらいですよね。で、この後、占い出る<ー>出るなり、今日、うん、なんかプーって言った。あなんだっけ、霊能、太鼓出るなりってなるかもしれないですが、 え現状、1番さんしか占い師出てませんが、片白の7番さんですよね、片白って結構大事だとすごい自分は思ってるタイプで、別に7番さんが仮に白かっただから1番さんの芯が上がるかって言ったら、俺、全然そういうの考えてないですよね。ただ、対抗の占い師が芯だった場合に、クロスとかね、なんつうんですか、白角作りに行く動きをするかとかを、わざわざ白ければかあの占わなくていいと思うんで、7番さんとか片白もすごい大事だと思ってるんでね。 で人も頑張っていただきたい。別に俺のない人の片のだからって別にそこつなげるつもりはないでって感じって片のだからってぬくぬくすんだよ6番のプレイヤーは発言してください。はじめましてよろしくということで村人はジュニア仕様にありますっ、ね、て5番さんはね僕結構怖い色。 発言のなんとなくの雰囲気で精査しがちな人なんですが5番さんすごく印象が良かった理由ニニだろうがなんだろうが、うん、それは精査して楽しみたいごもっともなんだよね別にうーん脳死でロラっていうよりかはどっちがシっぽい,いっどっちが偽っぽいっていうところを含めていろいろ釣っていきたいと思ってるし例のに関してはね うん。あと、俺なら霊能太鼓出てきてほしい。自分も霊能だった場合は太鼓出てきてほしい。しかも、狼にね。どうせロラにされるんだったら、ロラあ、狼が出てきて勝手に死んでくれって、ロラされて死んでくれって思うタイプだし。っていうところ。だから、うん。まあ、だからって別に3番さんの2戦目がごっつ上がるわけじゃないけどね。現状1人しか出てないし。とりあえず、5番さんはすごく村っぽく感じた。 4番さん2番さん4番さんは、そうだね。結局だから、釣り切るしかない。でも、2番の印象いいって言ってんだね。<laughs> うーん。いい、なんか、滑舌ある方だけだと思うけど。それをどう捉えるかだね。基本的にね、色落ちなしっていう人よりかは、僕,いい僕は好きかな。印象でもつける人は。で、2番さん2番さんに関しては、 全部一周目に出てほしい。うーん。ま、あ盤面整理して発言だけで勝負していきたいってことかな。ま、あ2番さんは、正直僕の村センサーはそこまで反応しなかったかな。っていうところ。村センサーってどっちなんだろう。<上> のプレイヤーは発言し発言しててい、はいおすマトでです、えー、と忘れないうちに言っておきますね四番さんに関してなんですけども、二番さんは結構叩いていたというか、指摘していたにも変わらず、印象がいい、白いですねって言ったんだよね。じゃあ、四番さん、なんで二番さんそんな指摘してたのって思ったう悪いって言ったと思う。結構、四番さんの発言矛盾してるなって思ったよ。最初、四番さんは二番さんが印象が悪いのかなと思って話聞いてたら、印象いいだろ、なんだろって言ってたから、俺、四番さんかなり強靭め目高いんじゃないかなっていうふうに思っている。 で5番さん、6番さんからその発言が出なかったのが、ちょっと、うーんって思っちゃったな、まあ、思わなかっただけなのかもしれないけど、俺は4番さんの興味がかなり上がったよってところ。で、5、6番さんが、えっ、ー、と、決め打ち全然いいんじゃないかって。あのね、脳死ロ,ローラーが好きじゃないだけであって、俺は正直、精査が全然つかなかったら、ローラーも全然しょうがないのかなって思ってる。プラス、あの5番さんも6番さんも、対抗出てきてほしいとか言ってるけれども、対抗出ないのが一番強いからね。 その方が、だって、カリウは安定して3番守れるし、相方が、えっと、占い、相方っていうか、まあ、例えば、占いで、振動が出たときにね、占い噛みづらいんだよね。うん、そういう場面になったときって、3番さんだけで、霊能が確定してる場面で強いんだよね。なのに、5、6番さんを楽しむためだけに、そうやって対抗出てきてほしいとかいうのは、5、6番さん、かなり印象悪かったな。うん、6番さんは5番さんの声色だけで精査していたけれども、5番さんの発言からもっと精査してほしかったなって思う。 だから5、6番さんかなり黒っぽいです。で、4番さんは興味が高い。2番さんに関しては正直、色落ちはしておりません。ただし、すべて1周目で出てくださいという、盤面整理をしたいという意欲は村人感情なのかなと思っている。ただ、まあ、印象はないかな。2、2番目になったら、俺、ワンチャン、占いから行ってもいいんじゃないかなって思ってるよ。<や>その時には1から発言をするすね。よろしくね。まあ、2周目、またしっかりあのちゃんと発言やります。8球でどう出るか、でまた考えていきたいと思います。 8番。お風呂で人狼をてエッチはい、占い師です。6番、白です。6番し、白。はい、えー、っと、対抗の1番に関しては、このレギュレーション上、人狼が多いのかなと思うが、んーここまで盤面が0の1か、まだ9番がどう出るか分かんないから、この辺はいいや。で、そうだな、7番の今言った5番、6番に対抗が。 どうのこうののこっていう発言、その指摘に対して、なんか黒塗りをしているが、対抗出た方がいいんじゃないんだって、それって人外がわざわざ出てくれるってことでしょ特に霊能に関して出てきてくれれば、まあ霊能ローラー脳死でするわけじゃないけど、だってそれって明日、黒黒出た場合っていうのは、わざわざ霊能する必要はないから、ね、心境だった場合は。だから精査は必要だし、 最高は出てきてくれれば、それはありがたいんじゃないの人害が露出するから。って思うが、強人の潜伏が一番俺はめんどくさいと思ってる。うーん、だから7番のその5番と6番に対する黒塗りはどうなのその仕方はどうなのって思ったが、4番、4番はいいか、とりあえず。4に色落ちなし、7番が。 相手の形代だけどなんかおかしいことを言いすぎてなんかちょっと自分のファーストインプレッションは7番の印象がすごく悪いかな82じゃないこれ5番6番はそこまで変なこと言ってるわけじゃないからね82じゃねって思いましたはい8上で,すでしょこれ9番のプレイヤーは 発言してください、はい、9番村人陣営、特に資料ないので、3番三新確定ですかね。<っ>はい。で8、8、1、占い師、把握しました。っやった。そうだ、そうだな、2番3、4、5、2、4、5。えー、っと、2番さんはね、うん、あんまり印象、まあ、最初の方だから印象なかったけど、別に、あのあ、スラのこと警戒したのよくわかんないけど、まあ、別にそこまで黒よさなかった気がする。 で4番さんは、まああのー、霊能士が2人出てきたら霊労だって言ってたが、まあ、それは分かるけど精査をする気があんまり感じられなくて<ー>あんまりオオカミを探す気がなかったのかなって思っちゃうかな5番さん、5 6は、うん、俺7番さんの意見と近くて、あのー、太鼓を出て出たとして、まあ、確かに人外は露出するが精査つかなかったら意味ないでしょって話なんだよね、うん、2週目以降あのせっかり精査してみます以上一番 のプレイヤーは発言してくださいうん、現状を釣り実施としてあげるんであれば、えー、そうですね、僕はね、5番さん、6番さんのね、あのー、言ってることはね、すごくわかる。僕もね、太鼓は出てきてほしいと思ってる。うん、うんだから8番さん出てきて、ね、くれてね、僕ね、結構嬉しいと思ってるよ。うん、で、8番さんは狼で見ています。なんで、僕はクロス占い、現状する気はあんまりないかなと思っている。現状ね。うん で、釣り石であげるんであれば、9、2、どちらかって感じ、2周目聞いてからだけど、9番さん、その位置でしっかりとね、占い師もねしっかりと触れてほしかったなと思ってる。うん。うんって感じかな。7番さんは4番さん強を強靭置きか。うん。どうだろうね、印象いいって言ったの、別に引っかからなかったけどな、4番さんが2番さんに対してと思ってる。うん。悪いねうん、まあ、2周目聞いてからですね、と思ってる。ただね、うーん、そうね。 占いちゃう困るなうん正直すんごい黒い人っての見つかってないんですよね現状 <laughs> どうなのかなでも8番さんが、うん、6番を囲ったっての僕はあんまり見てないかな6番さん単体で、うん、そこまで黒要素を拾えてないってところであなんで8番の相方が9245どこかにいるんではないかと思って でおりますはいなんでクロス裏ね現状する気はないですー釣り位置としては九二四どちらかどこかですね、はい、まあ二周目聞いてから決めたいと思ってます以上です二番のプレイヤーは発言してください 一応私が初日一周目行った発言っていうのは、結局確定させたかったっていう話なんです。まあすら使ってでもまあ確定してほしかったなという話。うん、まあ詰まるところ私はまあ例のでも占いでも太鼓出てほしくないんですよ。うん。うん、絶対に、うん、太鼓出ない方が、あの、村強いですからね、どう考えても。うん。っていう点でまあ、5、6、8っていうのはちょっと、ちょっと違和感を感じてますね。うん。まあでもここは鑑定なのかな。 まあ、一応、怪しいと思ってるのは、片白ですけど、7とあと9。うん、7番に関しては、あのー、太鼓出ない方が強いっていう意見に関して同じなんですけど、占い釣っちゃってもいいかなっていう発言は、何かしらのアピールに取れましたね。うん、結局、22陣形でも21陣形でも占い、まあ、21陣形ないか。占い釣ったって結局、霊能が語ったら意味ないんですよ。真理つかないんですよね。うん、占いを釣るのはないかなとは思って。 何かしらのアピールだとは思っている。うん。9番さん、番さんのまあ違和感は7番さんと同じ意見あ、同じ意見とか近い意見って言ったのかな。そういうところですね。まあ、一応、一番白く思ってるのは5番さんではある。うん、太鼓出てきてほしいとは言ってたものの、5番さんが一番白いなとは思ってはいる。 1>, あまあ、1番さんの言う囲いはないかなっていうのは、まあ、6番さん自体は囲いないような気もしなくもないんですけど1番さん7番うん囲ってても変じゃないかなとはちょっと思ってますねその7番さんの違和感から3番のプレイヤーは発言してください。 はいあのー、皆さん4番さんが印象悪い、2番さんのこと印象最後悪いって言ったっていう感じで結構議論進んでますけど多分印象悪いって言って僕もう印,象いいか印象いいって言ったのがおかしいって言ってたけどよくよく思い返すばなんか悪いって言ったのかなみたいな滑舌の問題かなって感じがします。うん で、今日釣りたいのは2番さんかな。2番さんは9番さんは黒い竜全く上げず、形の7番さんを殴りまくる。8番さんに関しては2番さんに全く触れず、えっ、ー、と、5、5、6の話をした、ん違うわ。7の話をした後に、5の話をして4はいいって言ったんですよね。2番さんが眼中にない。大金マークついてるんじゃない ?2、8で。と思いましたけどね。2番さんに関しては9の黒予を言ってないし、 七番さんやっぱ8番さんが7番さんに黒を出すなんか準備をしてるのかなって感じがしますよね。5番さんが修理もよくわからないし、今日2番釣りでいいんじゃない色を見てって感じだと思いますけどね。かなあとは、えー、っと、うーん。まあそのぐらいかな九9番さんはちょっと印象ないね。0だね。2周目しっかり話してほしいな四4、5。 まあ2番さんより黒い人がいたらあそこに投票するけど、これ以外だったら2番さんに行くかなって感じですね。うん。2、8なんか終わりそうな気がしますけどね。4、5、強人、強人1だよな。なんだろうね。2番さん、7番さんの何かしらのアピールっていうのはやっぱさ、7番強人で見てんじゃないの狼目ではないよね、どうしても。それって何のアピールだって思うから。 7は強人なのかね今日はニーズリで。4番のプレイヤーは発言してください。はい、2周目頑張ります。ああ、なるほどね、3番さん。あのー 僕のフォローみたいなこと言ってくれたけど、僕は2番の印象がいいと言いました。間違いなくいいと言いました。僕が2番を叩いた,たように聞こえたのはあれですよあの。ただ、思考ロックしないでねって注意しただけ、俺はそれぐらい2番のことを白く見てたんですよ。それで28って押すんだ、3番さん。ーんへーって思っちゃった、うん。ただね、俺ね、7のね、56の黒塗り、意味わかんないし、で、あのー、何黒黒。で、何 ?4 番が巨人 まあ実際ね、あの、1人が出てないから、ね、8、1狼で出てるって思うのうん。現にさ、霊能誰も出てこなくてさ、あのー、何この状況で8が最後の方の発言でしょ ?8 が最悪強人って見れないのかなって思っちゃったよね。うん。まあ7番さんの段階で8が、8、9が何が言うか分かんないからね。うん。まあしょうがないから2周目の発言次第だけど。うん。ただ、 あのすごいね、印象的な話、ただの印象的な話、7のね、印象がね、悪いゆえに、1、7で。<laughs> <laughs> うわ<ー>、7、マジでお前、狂人かよ。うわ、7、狂人です。僕が真の狩人です。残念でした。ということで、僕、真の狩人で。これさ、3番さんさ、7いかないもしか1いかない <laughs> <う>あ片白いくのおかしいけどさ、<laughs> ボクののしんグカリドツタシカスラって何それうん。うん7白、7狂人でしょ <laughs> ?3 番さん、7釣りいけない ?7 行こうよ。5番のプレイヤーは発言してください。はーい。もう7狂人で見ますけど、ーースラっていうからカリド使用する意味ありますかねって感じなんですけどね。だって片白でしょ 今日つられる盤面でもないんだからわざわざする意味ありますかっていう話ですよね。だただ俺、グレーで1番3気になってましたね。1>, んまあ1番3も売らないしってことでそこにもなんですけど、1番3、1番から行った一番3の位置だともう2、1番面だったんですよね。だからワンチャン、強靭が売らないっていう線もお笑いんだっていう感じの印象と、で9番3に関しても納得してる感じだったんですよね。てかそこに関して 特に触れることがなかったっていうのが俺、違和感で、俺が9番さんの位置だった場合、21番目っていうところで、そこで占い精査も、強人もワンチャンあるかもなとか、その辺の精査ないんだなっていうのが率直な感想、なんとなく分かる、あ、そうだねぐらいの、受け入れてる感じのイメージがあったんで、まあ、9番さん何かしらの人外じゃないのかなと思ってたんで、9つ病院にしてました。7番さんに言われたら、なんだっけ、対抗出てほしい、出てほしくないところの話ですけど、 えと俺が、えー、と霊能だった時ですね、霊能だった時要は三番さんの今回、新霊能とですね、新霊能だった時には、ぜひ太鼓ができて、それ普通に戦い,で戦いたいっていう感じのイメージで言ったって感じですけどね、だから三番さんが太鼓出てきてほしくないっていうのはなんでやろうなっていう率直な感想でした。ぐらいだと俺は9番さん、怪しいんでます。<laughs> 普通に7つでいいとも思ってるぐらいです。 でも色見えるんだったら9の方がいいのかっていうのはありますけど、結局は明日には俺7行こうと思う。確実に行くと思いますよ。6番。7は,なんは何なんだろう発言し、発言してください。見締目まして、よろしく,ろしくということでつ、て追加します。いや、5番さん、最後にそれ言ってくれてよかった。7番さんももうほぼあって強靭でしょ。だったら今日釣るってことは、3番さんの色が白しか出ないと思ってんだよ。だから、7番さんは明日でいいと思う。うん、7番さんのムーブはマジで分からん。 もう1周目の発言の時点で自分は臭かった。占いっつってもいいって最後に言ったけど、4番さん、強靭を起きた自分が強靭な,なんじゃないのかなと思った、7番さんに関しては。で、俺は占いっつってもいいよ、審議つけてっていうのは、強靭だったら占いずりって言わないでしょっていう強靭のアピールだと思った。で、一番臭いと思ってるのは9番さん。9番さんに関しては、5、6、7番さんにちょっと便乗気味なんだけどと言いながら、5、6を殴ってる。 役職全人外どうのこうのって言ってるのにもかかわらずそれ一番言ってたのって8番さんなんだよ9番さん。なんで8番さんには触れないのそこに関して。って率直に思ったんだけど。で2番さんは白かった普通に。うん。7九怪しかったもん普通に。7番さんに関してはやっぱり何かのアピールだと僕も自分を感じたしね。 っていいうところやだや釣だりたいでせっかく3番さんで確定してるんだから自分も黒を狙っていきたいそういった意味では5番さんが占い俺でもね占いだったら1か8だったら8の方がちょっと臭いんだよね正直まあ一つって白が出た場合っていうのはダメ一つって白が出た場合って7白しかわかんないから。 8つって白が出た場合はあ俺白しかわかんないのか <laughs> 俺9いきてえなマジで5番さん2番さんに関してはそんなに黒くなかった7番さんがすげえ強人臭くさかったっていうところ9が81のどっちかの間だと思う7番のプレイヤーは発言して,言してくれても黒くなっちゃうななんか最近おかしいなで4番さんありえないよね俺 で、見てででしょでそこ釣りをすのって話ね。黒釣りに行きなら4番さん。しンかりとしてありえないでしょっていうのと、えっと、俺はもうこの番組で3封確定してるから、俺はカリウド出てほしかったなって思った。自分の発言で言おうかなとは思ってた。だけど、私はあんまできないかなって思って、俺がカリウドって出たら、4番さんが爆笑しながら、4番さんがしんかりで出てきたから、すらしたっていうだけね。うん、ただ、4番さんのしんかりマジで。まあうん もうちょっと考えた方がいいんじゃないかなって思うのと、俺を強靭ロックしてるのね、だったら俺、例のうして出ない、うん、自分でさ、えー、と対抗出てほしくないみたいなこと言ってさ、出ないってパターンありますかって話ですよね。<laughs> だし、4番さんの場面で、だったら俺は例ので出るんじゃないんですかって話よね。そこでカ人ドで出たメリットを考えてほしいけど、4, と4、5、6は全く考えなかったね。ほかに、まあ、4はあれだけどね、シンだけど、5、6、強靭いるんじゃないのってレベルだね。 で俺はやっぱり8番さんの占いのシーンは切ってはいない。切ってはいないけど、まあ、一番もふわふわしてたんだけどね、うん8番さんがね、あのね片白を含めた5、6、5、6はねっていう話をしてるんだよね。8番さん的には6、白で出てるんだから、別に6の話しなくていいじゃんって思っちゃうんだよね。5番さんはね、6と一緒でね、俺の片白と一緒だみたいな話をすればいいよね。8番さんはずっと5、6をセットにして、5、6はね、5、6はねって言ってたところがすごく臭かったなと思う。 もう1回言うよ。カリュドで出るメリットありますか、強人で。霊能で出るメリットしかないですよね。それだったら、この素直に片白出てるし、潜伏してた方がいいです、ね。でも誰プラスして4番さん、僕を今日釣るんですか、強人目で追って。それはありえません。3番さんの無駄遣いです。黒をちゃんと狙ってください。そこだけ考えてね、爆笑してる場合じゃないです。今日は、えっ、ー、と、5かな、俺はそういう意味です。8番のプレイヤーは発言してください。 5番ですか ?7 番さん、5番ですかうーん、俺、釣るなら2か9かな。2番っていうのは、なんか言ってることがもう、2点3点してるようなイメージでしかないし、ふわついてるイメージでしかないのと、9番は、まあ1周目最後の位置だからな、2周目、なんて発言するか楽しみにしてるけど、 7と意見近いっつって対抗でても精査つかない意味ないでしょって言ったのか。でも2級で比較したら2の方釣りたいな、俺は、普通に。8級か、これ。8級くせえ。いちょっと待って、目を見る。8級二狼納得だな。2番が1周目言った発言っていうのは確定させたかった。はい、でも対抗じゃないでほしょ。 568は違和感を感じた。<laughs> 例のマーク、と勘違いする説ある。も番,番も同じじゃないの。一番も、だって、対抗出てほしいみたいな話をしていて、なんで568だけなのって思ったのが一個と、うん、それと同じようなことを言っている7級に対して違和感を覚えているってとこで、 2番ってなんかちょっと視点おかしいなって思うんだよな。だから SG 値にされかねないんであれば2番をするしかないのかなって思って。はい、SG いただきました。7番に関しては、はい、これオオカ確定です。はい、SG いただきました。発言してください。めです7は強人で置いていいんじゃないんですかね。うん。あのムーブはもう強ムーブでしょう。でくところかな。 黒、うんね、で画面曇ってる説。してで、えっ、ー、と、今日釣り位置はね、5かな。うん。理由は、えっ、ー、とね、1番んは9。自分と,、えー、と2番さんを釣りをそうとしている。8番さんも2とじ自分を釣りをそうとしている。この点から2番さんは人狼ないのかなと思った。で、5番さんはなぜか白く見られている。うん。1番んも5番白いって言ったけど、理由が特になかったしね。うん。 で、瓶状、2番さんはね、1番さんの瓶状1で5番さん白いって言ったけど、全然理由も上がってなかったなって思って、12あんのかなって思ったけど、8番さんも2を釣りをしてたからね。うん。1番さんも2を釣りをしてたしね。うん。だから2番さん、人狼はないかなって思ったかで、うん、5番さんの白い理由。6番さんめちゃくちゃ5番さん白いって言っていたけど、うん、どうなんだろう。そこまで白いのか。12か89だと思うけど、6番さんも自分を釣りたいって言ってたしね。 ただ8、6ラインは全然見えない。うん、5はない、ねあ。7番さんは、えー、と2日目でいいと思う。5するか。5で言うのもあるし。5番さんでいいんじゃないん、うん、俺は5番さん釣りたいかな。5いくか。5はなさそうだしな。1>, 1、2が、えー、と自分を釣りをしていけない。5で言うのもあるし、5はるか釣自分を。9番さんを釣りをすことが簡単、いけそうだから、9っていったのかなって感じかな、うん。だから俺は5。 釣りたいかな今日は。で、サンバーさんに色見てもらいたいかな。白だし感じでしまくクう。じゃあ、ご釣りで僕は提出します。以上。投票を始めてください。私じゃありません。何かの間違いです。ご令のありそうだよな。<noise> 霊能とオオカミ色同じだから自分がオオカミだと錯覚してる説。ーか。白だしまくろ。九番のプレイヤーは発言してください。ずりっすかまあ、まあいいんですけど、別に <laughs> いいけど、1、2、5、1、2、5。 夜会はなないや、参加してるつもり一人でこれ、あれこれ、通信途絶えてるかこれみたいな感じパクかみたいな感じ一人で喋ってる説、例の一人で。2> 1、2、5。うん、1、2、5。うん。どうなんだ。え、なんで、えー、なんでだろうなんで俺釣りをされたんだろう発言短いから。 あんまり清掃できてないからかまあまあでも SG 値とか言われそうだしねまあ別に自分釣りでも全然勝かっ,ただ,った,ただ残念ながら白しか出ないのでうーん俺はね1 2戦の1215で提出します1215以上そこは2も含めるんだもんでしょこれ89だね89かくらい 8は2のことで S 字って言ったらないか82は89だなこれ霊能陣営誰だこれ <laughs> 霊能も寄りちゃったかけるの 霊能陣営も寄りたっと書けるのかないや書けなくてバグ <laughs> 霊能陣営寄りたっとできないのか霊能陣営…ッ <laughs> ト赤くならないのかな朝が来ました。 ああ、噛まれたー<番>あの !4 何してんのって話になるよなこれ<番>え。これどうなるんだろう気になるな。安全に。はい、5、白、2、白。ごめんね。あのー、レノ行くと覚わなかったんだ。ごめんね。うん。守れよー。そっか。ごめんね。レノ殺しちゃった。すいません。えー、っと。 行か、えっと、れるとは思いませんでした、えー、と俺ね、占いにね、神教で出てると思ってんの。で、俺ね、8守ったの。あのー、理由がねで、俺、釣り7押したでしょ。理由は、1強人で7白出して、7が隠しのもらった狼だから、こういう風に言えてんのかなってかつまり俺は占いを神教で見てるから、7のムーブは確かに強人に見えるけど、俺は狼じゃないかって思って、 7のの<誰>、ね、の指摘そままあれ釣りを <laughs> 7のねカリあの、カリスラとかで時間がなかったから、あの最後言えなかったけど、俺ね、1味で新疆で出てて、7黒のムーブでそうなったんじゃないかって思ってんだよ、俺。だから7釣りを捨てる。うん、霊能の色も分かんないけどね、まあ、みんなもね、まあ、あの俺はね、あの7のオカで見てるって思ってんの。だから、うん。 七、あのー、ね。と、ね、いうことでね、えー、と5、6もね、あのー、巨人7、巨人だろうから襲って、まあね、オカミ陣営であることは間違いないと思うから、7行ってほしいなと思ってる。もしくは占い精査する。占い精査するんだったら、俺1行きたいかなと思ってる。占いなら1、えー、グレイクなら7。<番>えカリーだかもないな普通、<番>ちに位じゃったら、れのれ神みですよ。えー 逆に3位以外守るとこあるかーっていう感じは率直だけどねえ9いった意味が正直結局どっちだったのかにも絶対全然違っちゃうんだけど <laughs> 例のこれ神に行くんでしょあの西野なんだあいや合ってんのか9黒だよ絶対えでも4万歳が代わりとしようはないですもんね例の誰 ?7 番さんがすらしてなければ いや、でもそれじゃ意味ねえな。うーん。あー、18。いやー、待ってね。9の色が実際すげえ大事だけど。7かな、これ。7七7かでももうこれかっこいいないわけでしょ。うかっいい、かっこいいしかないわけでしょ。 いや、でも8級な気がするけどなぁ。9が、9の、10のどこ ?9 番さんもでも結局なら釣り押したよね。釣り押したってか、明日には釣る釣るだよね。ブーって言った。9が黒だったら白が見える。U かな。待ってね。 潜伏でいいのの誰流行らせてるのちょっと待って、色ないとわかんなくなるぞ。<laughs> 誰か流行らせてんだろ、お前。ああ。ただ、現状1、8、どっちって言われても、賞味むずいんで、明日だったらクロスした方がいいってことで。うん、とりあえず7行こうっていうぐらいだけど、7番さん、あの位置だったら別に潜伏しててもおかしくないと俺は思ってますけどね。6番。 のプレイヤ二日目ましてよろしくということで追加します。5番さん、ちょっと今日になってなんかふわふわになったね。まるで占いどっちか精査もしたくない。7番が狂人だと思ってるから7番を釣りたくない。9番の色を知ってるような感じがしたな、5番さん、ちょっと。 いや俺は普通に7は人外固いと思ってるよ、4番さんの言うとおり。俺が、なんて言ってた、昨日。俺が人外だったら、霊堂で CEO する。狩人で CEO しない。いや、あなたが村だったら、そもそも狩人で CEO しないんだよ。率直に。ごめんね、こういう人もいるっていうことは分かってほしい。 これが思考ロックと言われて7番さんから、ああ、それはおかしいぜって思われてもいいかもしんないけど、俺は、俺が村だったらわざわざ狩人を炙り出しはしないし、そう思わせたくない人外人外としてのメリットも高いしね、実際。俺が人外だったらこんなことしないでしょって自分で言ってるけどさ、逆なんだよね。村側だったらしないんだよね、そんなこと。 っって思ううよ、よ俺は。っぽいですよね。<laughs> うーん。ただね4噛まずに3を噛むっていうのもね謎だねそ4番さん3番さん守っておいで見たかったよ9番の色は率直に <laughs> <laughs> っていうところかなで1番3目線あ時間がないな1番3目線は56狼。6オ,オ,オカミがある,ん、ね、噛まれるわけないんだよ、ね、で8番3目線は27か 8番さんも7いけるんだよねだから7番のプレイヤーは発言してくださいもう3守らなかった時点で村負けですねはいで56はもうロックしてるってことですよね6番さんまあそういう考え方の人もいるでしょうでも現にそれで今日俺つられてないわけですよね俺はつむらだからつられたくないわけですよねうんだから俺はしっかり自分の意見を述べた で、俺は9番が怪しかったから9を釣りをした。それだけです。で、俺は8が偽だと思ってる。理由としては8の占い先が5番3。8は5を白く思っていたんじゃないんですかそこだったら2番3ん占うんじゃないんですかっていうところですよね。8番3の占い位置には納得がいかない。ただしもうこれ、新んりが本当にダメすぎる。うん、3番折りがありえないのに3番が噛まれてる現実。もう村負けですね。お,お疲れ様です。8番 <laughs> いいぞ、大投げあり。<laughs> 発言してください。 まず5番占った理由なんだけど誰,誰の5番って発言だけだったら釣れないと思ってるから万が一黒だ,黒だった時にね、うん、きつい番目になるから先に占っておこうと思って7を強靭に置くんだったら自分目線は9でとりあえず落ちてるかわかんないけど1番と2番の釣ればもう終わりだから。 よくね別に。あれこれ3番例のじゃねこれ当然黒を出す方が占い師としての責務としてまあ重要だとは思うが3番だねこれ自分が一番きついとこ,こ<れ>自分が一番黒だったらきついとこを占ったししただ単純にそれだけではいで9番から昨日指摘されたんだけど1番も2番を釣りをしてたって言ったんだけど1番のグレー幅の取り方が広いんだよね番9番、2番、4番どこかですねっていう話をしてたから これが単体移動してるわけじゃないんだよ、1番って。追加された新要素。<laughs> これ霊能バックか。ただなぁ、1は2しろか。まあ、どっちみち自分は1番、2番、7番と釣ればもう勝ちなので、7番に関してローメンはないと思う、あっても興味だと思う。7番っていうのはカリード使用したから、もし人狼だった場合、カリードのまま居座ればいいと思ってるから、 7番ってあっても今日だと思うから9で落ちてなかった場合は12ローローなのかな強人今日人自分は今日一番強人いるよねーじゃない自分は今人だ。はい、もうなんか<番>頭パニックってんだけど。あ強人いない早くだっけって思っ,ちゃった一瞬。えー まず最初にちょっと7番さん、もう少し頑張ってくんないかな。<laughs> あなた、4番さんがね、あなたの老うを追って8番を護衛してるわけですよ。で、僕を強靱をおきしてねてきたね。うん。だからそこのね、3番さん、噛まれた責任も少しは追ってほしいな。うん。って思ってる。<laughs> で、5番さん、6番さん、今日7番さん釣るんですか ?7 番さん、あの強靱でしかないんですけど、あっても、僕目線はね。うん。 僕は8番さんつってほしいな。うん。いいですよ。もし7番さんつって、明日来るんであれば全然いいですよ。はい。ただ、5番さん6番さん、えー、どちらかにロー、どちらかに強人がいた場合負けです。9番さんで落ちてなければ負けなんですよ。なので僕は8番さんに行ってほしい。うん。僕目線の確定陣は8番さんしかいないので、もし9で落ちていなければ、5、6どちらかに狼ということになりますが、 どうなんでしょうね、9番さん、昨日九9番さんに投票した理由、います、はいあのー。素直に1、2、狼って言いましたよね、8番さんの偽を追わずに、うん、そこがめちゃくちゃ引っかかった、8、九なのかなと思った、えー、で、占った理由は2番さん、うん、普通に昨日あの九、ー、9番さんと2番さん、投票迷いましたが、9番さんに入れたのはその理由、で、時点で黒かったのは2番さん、だから僕は2番さんを占いました、結果、白でした。 八番さんの占い理由、納得できますか五番さんが狼だったら怖いから占いました。僕は納得できないですね。普通に黒いとこ占えばいいんじゃないですかと思ったんですが、ねはい、そこは八番さんの偽要素だと思っております。なんで今日は8番さんに移ってください。二番のプレイヤーは発言してください。二人とも占い決め打ちしたい感じですかえの、誰 <laughs> これ ん一応私の考察をすると<誰>まず9番さんで黒連れてるかどうかなんですけどちょっと微妙なんですよね。素直に黒を出されるんであればんあんまりそのライン考察とか遺言でしなくていいのかなっていう話、まあ、結構考察頑張ってたところまあまあ3噛まれてるからその白を追わせたいっていうところもあるのかなともちょっと思わんでもないんですけど。 一応、私、9番さん入れた理由っていうのは、かまあ6七が片代、まあ、4番さん、狩人で、まあ、5か9にしようと思ってたんですけど、5番さんの言った4七じゃなくて、えー、ここはもう強人を起して9行こうっていうね、すごいあの同意できたんですよ。うん、5番さんは正直、まあ、昨日の発言は白いと思ったんですけど、今日は6番さんの方が白いかなと思ってたんですね。 僕、あ5番さんの発言も、ちょっと伸びづらかったっていうところもあるんですけど、うん。で、私はね、8番さんがね、うん、7、どうですかみたいな。あの7の七準だから、1>, のったの1日たらどうですか,かって言ってる,るところが、やっぱね、変な話なんですよ。うんうん、結局、今日占い。例の, <laughs> のアーモンド。った占いっって、えー、私目線、結局、5、6、7、あどこに人狼がもう下手したら二人狼いるんですよね。まあ、占いいる,いるかもしれないです。 やっぱ人内くさい7釣りたいって思うのが普通じゃないかなって思うと、やっぱ六6番さんすごい白起きしたいなっていう気持ちがあるんですよね、正直。7釣りたいな、7釣りたいですね、僕は。うん、投票を始めてくださいどこ例の 7番のプレイヤーが選ばれました夜は決まって目を閉じてください <laughs> ゼロあっ7番さんが強人アーマーこれもしかして強人アーマーしてくれたのかな7番さんが。 あるなハンターいるハンターどこハンターいる 狂人アーマーしたらどうなるメリットないないですこんなものはないです狂人アーマーだけど噛まれてる昨夜死んだのは四番五番のプレイヤーは発言してください まあ、今日のチーム p p がないんで、もう1の各白でも追い、普通に、そのままど走ぞって感じなんですが、<laughs> 1進だった場合、86がワンチャンあるんだよね。で、8進だったら、まあ1審外の2って感じだよね。2黒って感じなんだよね。7番さ、もう、発言もなかったからやっぱり強靭なんでしょうって感じですね。うん、だから、 八番3審だった場合、12黒、7強って感じだよね。1審だった場合、7強、86黒黒。黒まあ、もしくは、9で釣れてんのかっていう感じですよね。うん、昨日はちょっとふわついて進みませんね。<laughs> 申し訳ない。なんで3が噛まれたのかっていうのをすっごいずっと考えてても、それだけだった。でとりあえず、七一番人髪高い7釣っとけば、 最悪な盤面ね。86黒黒9、12黒黒でも、まあ自分が白なんで PP はないから、とりあえずふわついてたっていう感じです。7つ解けばっていうぐらいで。<laughs> うーん。やっぱ8じゃないかなもう6番さんが白ければ、2に行こうかなって思ってます。うん。6が白ければ2、2行って、 86だったら下も PP ですもんね。うん。6黒もないだろうしなあー。2、そうですね。2と8の精査。まあ 6, 6もですけど、最悪な盤面86だったら終わっちゃうんでね。2>, 2番が、例の使用したら面白いな6番のプレイヤーは、発言してください。 三日目まして、よろしくーということで、追加しまーす。いや、もう PP 起きてない時点でもう、なら強靭でしょ、どう考えたって。残念っていうところで、8番さんは2に黒。で、1番さんが5白。っていうことは、1番さん目線は私が黒になりますよね。っていう時点で、1、2、1、2が人外。確定ですね。っていうところ。 いやー、黒、ね、要素ある逆に5番さん、俺に。勝てるんじゃね、6番さんも9番の白。二番さんはなんかない自分のことを白いって言って,言ってるけど。2番さんってなんで俺のことを白置きしたのかな ?2 一狼オカミだった場合って、で、1番さん5に白打ってんでしょ。う絶対オカミだと思うけどね。どういう意図があんの、それって。 ってことは12が狼だった時って1番3は5番に黒出さないといけないし普通に考えたらねで2番3に関しては昨日の話し合いでだよね8番31番3目線は俺が黒で 6, 8番3は2番に黒出しているってことは12が黒だよねうんあうん 1>, 1強人の7黒2黒もあるのかだから1番さんはいや1番さん強人だとしても確定白作るかなまあそこはどうでもいいや正直っていうところかな5番さんは初日からの発言精査で6が黒いと思ったらもうそれはもう5番さんの精査だけど <laughs> 俺のクロスは絶対に負けないと思って。4で A の7カリの可能性あるか1以降で1。え、2行ってほしいんですけど、2行って終わる可能性もなくはないんじゃない1強、強2、九ローとか2、7、ローだった場合って、2行ったら終わる可能性があるから。2つって終わらなかったら1がラストウルフだし。 2番の昨日の俺に対する指摘っておかしくね。だって俺の潜伏してるのも面白いし、強人メタカイというのも面白いや。いいやそれの何がおかしい強人僕全く疑われてないのも面白い。はい。それで一目線も、2番にしろ見てることから、あ、一応でも6はなな答え知りたいですね。これってあくまで俺視点でしかないから、2番がそこに対して俺に対する疑問を持ったのは、ちょっと謎なんだけど。 なんか間違ったこと言ったか、俺。<laughs> 7のローはない。7強だよな、さすがに。1、2、ロー、ローで終わると思う、普通に。<laughs> 今日2から言ってほしいな。2黒見てるので。9番。9番のこと今さえ言ってもどうしようもないもんな。9番って2番と5番の精査で。 5いくっつった理由はわかんないから、2級ローあんのかな、1級2級ローもあんのかなとは一瞬思ったが、まあ普通に1番ってトップバッターで占い使用してたから、1、2、ローでしょ。はい、2番来てください。1番のプレイヤーは発言してください。えー、2番ずり乗れませんね、6番さんにいたい。 はい。僕、9番黒だと思ってますよ。はい。8、九ローローだと思ってます。現状。で、7が強人だと思ってます。はい。7番さんの遺言,言ね、発言なかった。あれは強人だと思います。なんで僕は6番さん、明日占いますが、白しか出ないと僕は思ってるよ。うん。8、九ローローだと思ってるから。だから僕目線、8つったら終わりなんで、8に行ってほしい。2は絶対にダメですね。えー、2の強人目がないことから、2は白で,白です。白です。村です。 なんで、5番3、6番3は白だと思ってます。僕はね。僕は6番3の黒よさなんて拾えてませんよ。はい。なので僕は9黒硬いと思ってます。だから霊能判断じゃないんですかって話だと思うんですけどは。それぐらいじゃないですかね。今日は8番さん言ってほしいんですけど、<お>僕は6黒なんて思ってません。出るとも思ってないです。はい。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。 ま正直言うと、うん、6番さん自分で言うとおり私正直ね6番さんに黒は追えないんですよ、まあ、たださっき唯一言うんであれば強いてあげるんであれば1強陣2七黒追ったとこなんですよね、うんまあ、正直ねあの、まあ、1強陣だった時点で8番が死になるんでおかしいんですけど私と7が同じ陣形だったら鶴。 るかって話になるんです、まあまあ、正になライン切りとも,も取れるんですけど、うん、それだけ、うん、6番さんはそれだけ、まあ1番さん、まあ、真なんですけどね、6番さん、白で硬、まあ、いと見てる、うんまあ、正直ね、8番さんが二級って言ってるところも若干怪しいなとは思ってはいるんですよ。うん、8番さん目線、私釣って、明日どうするんですかね。うん 1> あ1か1があろうかうん、えーまあ、5が隠し白になったのはあのすごいありがたかった正直うんやっぱ6と5だったら5を占うべきでしたもんね、うんまあ、5が逆に黒じゃないってところでうん9の黒を追ってしまうなっていう感じはするな 6番の白いよさ、やっぱ7をガンガン釣りをしてたところにもあるんですけど、やっぱね、考察がしっかりしてるし、2周目の5番さんの叩きもしっかりしてたし、まあ、意見が似てるともあるんですけどね、うん、私は8釣ってほしいです、正直、うん、8釣ります、私は。投票を始めてください僕、高校生ですよ。 2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。終わんないんですけどね。はあ、まあ、明日86だったのか、うん、89だったのかっていうのは正直気になるところではある。うん、どうなんだろうな。 ええー、あー、ないのか、86はないのか、そうか、あー86ないんだ。86がこいつは終わってますもんね。うん、だったらやっぱ89だったってことなんですね。うん、はあ、これは悩ましい。うんまあ、正直ね、7番さんやっぱ、うん、初日にずっとくべきだったな。失敗しましたね。 うんまあ、4番さんが狩人で3番守れてなかったところに7番が叩いて投げやりになったところも確実にやっぱ人外っぽいと思ったんですよね。うん。以上です。さて、霊能はどこかな誰だと思います皆さん、霊能。 狼はどうでもいいのでナナナナじゃないかなと思うんだよなナナが間違えて仮出し用した パターンあるこのマークを仮縫と思ってたパターンあるもしかして俺を仮だと思ってたみたいなであっ違ったっつって間違えて仮縫あそれか仮縫いだ仕様霊能仕様しようとしたら間違えて仮縫いだ仕様で出ちゃって速攻すらしたとかそっから霊能仕様しても信じられないだろうかなっていうどう あえての6 5番のプレイヤーは発言してください PP のあえていいですよねいいよね大丈夫だよね6番さんがローでしたあ、白だねあハークレスごめんごめんごめん <laughs> いや良かった,よかったとりあえずじゃあ1と8ですよねいや6番さん昨日さ1番刷真に置いた場合86確定じゃなくて俺も言ったけど89ローロー7強があるから6確定じゃないのにと思ってたんだけど ただ1番さんが昨日1個気になったのは5、6、白だと思っているって言ったけど、5番、俺は昨日占ってるはずだから白角になってるはずなんだけどなっていうのだけ1個気になった、1番さんに対しては。で、2番さんに対しては、7初日に釣っとけばよかったって言ってたけど、2番さん目線1、真であるならば、8、9、六6、7強なんだよね。初日に9が釣れてることによって、六釣って、今日釣って、残りまあ昨日は2番さん残り8だから、 する順番完璧なぐらいなんだよね。2、二白だった場合ね。1、4になった場合。だから何を言ってんだっていうのもいいをだ1個と、1、2に関してちょっと突っ込むとこが俺は多かったなっていう昨日のイメージ。で、8番3に関しては、うーん、なんか特にって感じ突っ込むところもな。ただ昨日の段階だと8が初日は2に入れてたから、8、9は全然終える状況で6番3が。 8、6でしょみたいな感じで言ってたから、1、2000はみたいな感じだったから、ちょっと6も怪しみました。<laughs> えー、現状は、1、7はないです。昨日の発言で1、2の突っ込むところが多かったから1かなって思ってるけど、ただ1、2、くるだったらそうなんだよね。2が前日に5を叩いてるから、5 2黒打った方が良かったんじゃねえとも思うんだけど、ってとこなんだけどね、っていうのだけ1個引っかかってます。 ただ3がかまれた理由が9黒ならば納得は六番のプレイヤーは発言してください,ださい3三日目まして、よろしくということで、お願いします。うん。まあ、5番さんはね、悩むよね、いろいろと。ただ、もう PP も起きてません、ね。で、僕は確定しろ。5番さんも確定しろ。 8、9は終えねえなあ8、9。8、9だと思うけどなあ。いいぞ、四五六。うん。1>, 1、2こそないと思うけどなあ。2番差ってだって1ですらあるかもしれないって言ったんで。ないでしょう、1、2は。2> うん。 やっぱね、2番さんの視点漏れは痛いよ。そうなってくると8番が2番を切ってるかっていうところに行き着かないといけないんだけど、そのメリットないよね。どう考えたって。黒囲い。あ、黒囲いないのか。1が真の場合は2白出してるもんね。うん、だからその時点でやっぱないんだよ。絶対に。8、9。 1> 1 2いやブレるとよくないこれほんとブレるとよくないマジでね自分はやっぱり1番に行くデどこ1番さんはちょっとね6の白マジで大きすぎだと思うよ正直ほんとにもっとねそうもっと僕らみたいにブレてもいいもん普通はいや6は白いと思うけどとかさい,いろいろあると思うよ、まあ、デなんかね9番でこれ黒でしょ 例の噛まれてるしっていうふうにね、明言してるようにしか聞こえなかった。8番のプレイヤーはは発言しててください1 2はないいなと思な、はい、1黒1つって終わりますあと単純に1番さんにちょっと聞いてみたいのが、なんで昨日6番を占ったのかっていうのと、真の占いだったら普通に黒結果見たくないですか まあどうでもいいって言われればそれまでなんもう分かってるからね。俺目線1黒だし、一番目線は8黒って分かってるんだけど、見たくないですかっていうと、<laughs> なんで6なのって思ったんだけど。それはおかしいかな。8強なのはい。<え>イバンさんっていうのはあの遺言でもめちゃくちゃだし、など,どこに,のにいいのか分かんないっていう感じだよね。で、全く俺について触れないし、視点破綻を起こしてなんか勝手に遺言で死んでった。 方ですけど、はい、まあ一番さんについては5番も,もう言っちゃったけど5番に触れてたんで、ねはあ、もう俺から特に言うことないんだけど <laughs> そうだなあまあ最初聞き 2, 日目の時点で2番売らなかったら俺は普通に悪いとは思うけどね。<laughs> でも5番普通に <laughs> 2番白って出たときがめっちゃ怖かったんで2番白って出たら怖いよな普通に。だって発言あんなんだし、そうやって発言がしっかりしている5番を売らなて5番の精査をした方がいいと思って。 だから5番裏あっただけで、まあ、俺の反省点といえばそこだな。1番つってください。1番のプレイヤーは発言してください、えー。じゃあまず5番を精査に入れたことは申し訳ないです。はい多分出現したと思いますで。絶対に俺は6番さんは白だと思ってました、正直ね。初日から、初日、いや2週目からか。えー 2日目にね、二日目でしたっけ ?5 番さんがふわふわしたの。うん。そこにしっかり突っ込んでたんで、6番さんは僕は最白で置いてたんで、6番さんで黒が出るとは思ってませんでした。ああ。で、8番さんに黒結果見たくないですかって言ったけど、6占って白出れば、あんたが黒と終わりなんですよ。うん。終わってない以上ね。なんで、89ローローだと僕は思います。そこ <laughs>、ね、でもいいのかかいで、例の型気にならない。 普通に、あのー、9番つって白結果が出るんであれば4番噛みません普通に、はい、で僕がオオカミだったら5番に黒打ちますよ全然、うん、にあの5番さん2日目ふわついてたんでね、うん、ってところですってところでシーン見てもらえないでしょうかねうで9番さんのおかしいって思いますね9番さん、8番さんに対しては触れずズ12ロロを見てたんですよ、うん おかしくないですかね、それも。だから僕は初日9番さんに投票したんですか。あーってところ。8、ね、9万3。えー。まあ、それぐらいですかね。番さんの偽要素自分でも言ってましたが、2>, らう2日目に5番さんを占ってるあたり、一番怪しいところを占った方がいいんじゃないでしょうかという話ですよ。はい、今日は8番さんを言ってください。以上です。投票を始めてください。 <laughs> 何本命の7って何 <laughs> 例のゲーム12か66例の6例の嘘でしょ <laughs> 1> 1 2かー8 9だと思ったな。 なんで潜伏したのあ、あ、ああーこれ入ってないパターンだ <laughs> いやバクチーバクチもクソもねえよ <laughs> 何のバクチだよ <laughs> 何のりがあるバクチなんだよ <laughs> 何のりもねえよこのバクチに <laughs> バクチに勝ったとかじゃないたまたま勝っただけだろこんなの <laughs> ちょっと多分出たらまた ぐちゃぐちゃにならないですか？五番さん目線。まあ最終盤目出てよかったんじゃない？六角しろになった時点で。ああまあまあそっか六角しろだったらいいのかな。でもピッてんで六進でしょ。え、これなんなんで潜伏したの？六番さん。<laughs> あ僕ですか？ 僕、とりあえず、まあ、3番さんが狼で出たのかなと思って、まあ、多分強じかもしれないと思って、で、とりあえず1周潜って、で、2周目で2番さん、2番さん、初旬別に釣り位置じゃなかったと思ったんで、そこ釣りに持ってきたのが、ちょっと強人臭いなと思ったんで、やっぱり潜伏決めようと思って。<laughs>